お元気ですか？僕趣味です。今日の夕飯はですね、ちょっとね、見た目は見えないですけどね、チャーハンを作ったんですよ。でもチャーハンだとね、いつもだとね、こういうなんかね、山盛りのようなね感じでしたんだけどね、今回はね、ちょっとね、バリエーションを変えてみました。こちらでございます。なんかね、チャーハンっぽく見えないんですけどね、どっちかというとね、ビビンバに見えますけどね。そう、ビビンバ風ですね。牛肉チャーハンでございます。本当はね、石焼き使ってね、やってみようと思ったんですけどね、石焼きのあれがなかったんでね、これは安いね、100円ショップで買ったですね、器でね、盛り付けてみました。最近ね、この容器ね、結構便利なんでね、使ってるんですけどね。ね、なんか、ね、どっちかというと韓国料理じゃなくてね、なんかメキシコ料理、こういう料理ね、なんかありそうな感じでしょうね。で、右側が野菜スープでございまして、で、お酒は調子でございません。ウイスキーのね、サイダー割りでございます。で、またね、プロ野球カードをね、買いましたので、開封動画出しますので、よろしくお願いします。で、今回ね、プレミアとしてね、やりますので、よろしくお願いします。でね、一つね、お詫びがございましてね、探せばね、あると思いますけどね、プロ、なんだっけ、サッカー日本代表チップスの、あれが売り切れました。ね、2回しかね、やってなかったんですけどね、まあ、探したらね、第3回はやりますけどね。あ、で、まあ、なかったらごめんなさいって感じでございます。ちょっとね、ちょっと小声が入ってしまったことね、大変ね、深くね、お詫び申し上げますけどね。まあ、考えながらね、今喋ってましたからね。ね、申し訳ございません。って感じでございます。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。